ントネーション探し。チェッサ。チェッス。チェッス。チェッス。チェッサ。今日は九州最大のバス釣りスポット恩賀川に行きます。恩賀川。恩賀川といえばいろんなバスプロとかが来てるらしいよ。今日車の中でそういうバス動画を無理やり見せられました。宗男くんに面白くなかったです。ほら、こらこら。でも今日 PM が飛んでてあんまりなんかねテンションも上がらないけど。予報雨とか言ってたしね。うん、ね、今日は那須バス釣り行こうっつって。今から恩賀川に向かうぞ、ゴー！ ここどこ？しばらく道なりです。山だからきた！バス！やった！イエーイ！そこ行こう。この動画は釣り素人の3人が本物の釣りバカになるまでを記録した動画です。すごいね、広いね、恩賀川。あ、めっちゃ広いやん。ここのさ、支流めっちゃ釣れそうじゃない？水深の手前のね、水深。いや、小学生も投げるわ。わー、知ってる。もうさ、バス釣りしてる人だらけだよね。やばいね、すごいね、マジでやばい、ね、あ、これ止めてからちょっとやってみる。やべ、前に届いた。キム戻るよ。こうやってね、聞こえないときはね、ホーミーというやつを使います。ホーミーですか。こうやってね、呼ぶことができます。呼びました。呼んだ。さあ、宗男氏、はい、今日は朝9時からずっと場所探しをして何にも釣れずにうろうろして、ついに何か良さそうなポイントを見つけたよ。見つけたよ。ここは釣ろう。もうだって何時間よ、5、6時間ぐらいうろうろしてるだけだったよ。本当や、ここは釣っとこう。マジ8割うろうろしたね。釣った時間1時間もないもんね。あ、やっぱあの本流、恩賀川本流はちょっとでかすぎてさ、よくわからない。あ、キムがいる。はいはい。キムじゃなかった。キムがいると思ったら服が似てただけやった。マジ？おお、すげえ。おお、やっぱこの場所良かったんだ。ナマズか。ああ、マジで。ナマズやん。だけどこいつの若いのだ。でもナマズ顔かわいいね。目ちっちゃいしね。して50ぐらいある。なんか歯型あるよ。違うのかな。丸々なんだよ。細くないっていうか。いや、音楽がバス釣り来たやん。バス釣ろうぜ。釣れた。バス。やった。俺が第1号だぜ、バスの。やったぜ。恩賀川第1号は俺だぜ。イエーイ。これ、ほら、さっき買ったやつ、俺がレベルスピン。
今さっき福岡の恩賀の有名なバス専門ショップバーストってとこで買ったやつ、買ってすぐ釣る。今日はね、ここをね、沿いをね、こう打ちながら、こうこうやって打ちながら、こうやって歩きながら、こうずっと探っていったら、まあ足元で、まあ食い上げてきたって感じですかね。まあそのバス歴10年20年の君たちも、まあ、釣りしたらどうかな。はい。下手くそか。下手くそか。飛んでねえわ。絡まって。なんこれ、ブラックバース、ブラックバース、やっと釣れたよ。釣れたね。ウワゴが釣り、どんぐらいこれ、これどんくらいやろね、38ぐらいかな。38、やっと釣れた。これは釣ったルアーは、あー、ドライブクロー、ドライブクローの脳進化。いや、あー、なんかついとんね、うん、やっと釣れたよ。よかったやん。へい、イエー、へいへいへい、完全敗北ですね。みんなの悲壮感漂ってる背中しか見てない。本願川完全敗北です。どうですか、宗男先生。完全敗北ですね。どうですか。